はい、こんばんは。今な今日は何月何日？今日はね6月30日なんだけどね。これアップされるのだいぶ先だ。はい、オタク惑星第76話。はい、今回もねよく噛まずに言えました。うん、食べ続けだからさすがにわかるだろう。いやでも噛むやん。うん、まあね。さっき言ったじゃんっていうね。そうそう。はい、どうもどうも。はい、今がね、どういう状況かわからないけど、未来へのメッセージですよ。多分ね、すごいまだ雨降ってる。多分。あ、梅雨真っ只中だろうな、今でもな。まあね。うん、前撮りだからな、わかんねえかな。まあ、まだ明けてねえだろ。来週ぐらいには。来週ってかいい、うん、まあまあ、うん。来週ぐらいのアップだからな、これ。というわけで、あの今日はね6月30日に撮ってるんですけどね。はい、今日はね、はい、なんか天気的には福岡もね、うん、あの大雨っていう話で我々ちょっと福岡まで遊びに行きました。はい、なぜかというとここにありますなんか、はい、富野義行の世界展です。わー、すごいね。本当すごかったね。うん、あのね、富野義行、富野義行のまず展示会っていう、こういう作品展示会っていうのは多分初めてだし、ね、こういう富野さんがね、がこう名前が出てさ、ガツンと。今まで俺は大河原さんとか、はい、あったんだけど、富野義行の世界展っていうのは多分初めてだと思う。で、そして、はい、はい、そして第この1回目がなんと福岡、ね、福岡の、ね、美術館でありました、はい、というわけで、ね、行ってまいりました、はい、もう22日の先週から始まっております。はいはい、すごいのね、はい、まあ、とにかくまあね、とりあえずね、私ね、ここにあるあの見て、音大賞のアクリルスタンドを買いました。もうこれを欲しくて、この富野音大賞のアクリルスタンドを欲しくて、そしてもう一つはこの、ズロフェースね、見てこれ、熱い熱い。これ、4000円したのかな。4000円、でもね、4320円だったかな。そんなもんかな、4300くらいで。見てこれ、もうね、熱い熱いよ、すごいの。なんか、週刊誌もうすごいよね、もう図鑑、うん、ありがとうって感じ。こんな熱いもん、俺現地で買わされるって思う。こんな熱いのって本じゃん、もうと思ってね。でもね、これはね、買わなきゃいかん。うん、だけどね、富野義行の僕たちで言えばさ、富野義行に育てられたようなもんじゃないですか。ですよね、我々オタク世代としては、ね、僕たちの世代はもう富野義行に育てられた、はい、ね、ザンポツ3、まあザンポツ3は記憶ないけどね、うん、大胆3、これは再放送で、我々のところはですね、再放送でやりまして、はい、で、まあ、ガンダム、機動戦士ガンダムと、はい、でそれからね、ゼータ、ダブルゼータ、はい、逆襲をしたと、ずっと続いていくわけですよ、僕たちのその、なんていうの、なんかアニメ知識っていうのはさ。で、まあこれにもね、いろいろ載ってるんで、この本はね、本で買うべき、これもあるのにね、僕たちね、結構早足で2時間かかったね。まあちょっとショートカットしたような感じもしますけど、2時間かかりましたね。うん、だから正直なところ、ちゃんと見れば3時間とか4時間とかかかるような、はい、倍以上はかかる可能性は高いです。そのくらいボリュームがあるのよ、はい、で結局そのズロックっていうのはさ、これはそこの展示会に展示されてる内容物とかが載ってるんだよ。で普通ってね、これ半分ぐらいなのよ、ズロックって。大体こんな熱くない。こんな熱くない。でこんだけ熱いってことはそれだけあるわけよ、見どころが、情報量がものすごいの。でね、まあ当たり前なんだけどさ、このアニメのこの見えるかな、アニメのそのね、そのセルとかさ、原画とかずっと載ってるわけで、その、ね、横に解説とか載ってるわけなんですけど、これはね、もうどこの、ね、展示会でも当たり前なんだけど、この辺とかはさ当たり前なんだけど、もうそれだけでもね、十分にね、こう面白いというか、もう本当にこう富野義行 のアニメのもう全てが載ってるよと、うん、もうね、すごい、なんだっけ、リンの翼も載ってるし、ちゃんとね、オーラバトラー、うん、オーラバトラーもね、ランバイも載ってるし、ラセールの星、ああ、ね、あれにも参加してたの、今日俺初めて知ったのよ、全く、ね、ちょっと、にわかでね、すいませんね。
参加してるっても参加してるのはね、いろいろもっとね参加してるんだよ。例えばね、赤毛のね、アンとかハイジとかにも多分参加してるんじゃないかな。でも監督としてね、参加してるものがこれ結構載ってるんで、そのラセールもなんか後半はやってたみたいね、その監督をね途中で、で出渕さんの後でにこう監督、後半の監督になられたみたい で僕ね、これね、まあこれもいきなり余談なんだけど、今日この会場に行ってこう物販があるわけじゃん。で物販があって、もちろんこれはもう欲しかったからすぐもう取ってね、よしって、あと図録だって思ってさ、まあ図録はその売店のね、そうレジのとこに行かなきゃ買えないから、まあそこに行って買おうかと思って、まあ一応ねこの図録がこう見本としてね、サンプルで置いてあって、中がチェックできる。そうそうそう、だからね、まあファンの方がこう見ながら、こう見て見ながら、いやー俺は買えないこともないけどこれは買わなくていいかなとか言ってて、バカ野郎って、あのな俺は日野賀さんだったぞあいつらの話を。お前これ買わんでどうするとって、いや何も買わんでいいけん、これ買っとこうと思ってさ、うん、確かにそれは必要になってくる、ね、これは絶対買うべき一冊でしょ、うん、これはね4,300円だったっけ、うん、 だけどこれの価値はあると思う。でね、やっぱりその美術館で生で見るっていうのは大事なの、絶対にこれは大事なの、紙の質とかさ、絶対これ本にされてると絶対分からんのよね。この何、うん、原画のさ、はい、良さってね全然違うのよ、やっぱりもうその雰囲気とか質とかね、まあ特にね見てほしいので、僕ねこの本の序盤になってるその富野義行の幼少の頃の話なのよ、はい、これね富野さんが監督してからじゃなくて、富野さんがね生まれてこの方のいろんなあれなんだよ、だから中学生とか小学生とかの時のその例えば記録とか、例えばこの辺とかもそうなんですよ、子供の頃に描いた絵画、そう絵とかね、いろいろロケットとかさ、ね、あと作文、そう作文とかねあるわけで、これをね俺はね半分見に行ったようなもんなんだよ実は。このね、申し訳ないけどもうこの辺の後半のやつなんて、なんかまあ貴重なんだよ、この辺とかの後半のやつも貴重なんだけど、やっぱりねこう序盤であれば序盤であるほどその富野さんのとんがった感じが出てるのよ。でそれがねすごくね、その最初の頃のこの例えばね、こう宇宙船ってねすごくねかっこいい宇宙船のね絵が載ってるのよ、ここね、これねちゃんとね、やっぱり富野さんはねすごく勉強家なんだろうね、あのねちゃんとこのねフォン・ブラウンの話をね触れてるわけで、どのくらいで成層圏に行けるとかね、そのロケットはどうやって切り離していくかとか、このブースターでを切り離し最初に行って、第2ブースターはここで切り離していくっていうね、もうねちっちゃい頃からちゃんとそういうなんかこうロケットの構造っていうのをしてて考えて、例えばねその後の作文かなんかにね、その何成層圏に行くにはそのジョン・ブラウンの V2 ロケット、つまりこれなんですよ、これがその、ドイツのねブラウンのね、ジョン・ブラウンが作ったこう V2 ロケットの模型なんですよ。いいでしょ、ジョン・ブラウンのロケットの模型を持っているっていうね。しかもねこれね、これスイッチを入れると光るんですよ。光らない。あれこれ光るのよ、これね、こうほら、あ、光ったね、はい、すごいでしょ、これ光るギミックがついてるっていうね、ジョン・ブラウンのロケット、この V2 ロケットがあったからこそ、その後のなんていうの、宇宙旅行、つまりね、アポロ計画とかにもつながっていく、これがあったからこそなんです、これがあったからこそのロケットっていうのがその、ね、実現して、ミサイルもそうですよね、これ彼の、功績でいろんなものがあった、そのね、ジョン・ブラウンの、あ、フォン・ブラウンだ、ごめんなさい、ジョン・ブラウンじゃない、フォン・ブラウン の, そのロケットの話とかも書いてあって、
でガンダムに実はフォン・ブラウンっていう、ね、そうですね、月の裏側、はい、だからあれはその月の裏側にあるフォン・ブラウン市っていうのは最初にそのね人間が地球に到達したそのフォン・ブラウンの功績を伝えてフォン・ブラウン市って名前を付けてあるんであろうと思うんですよ。もちろん当然だけどさ、あのそういうなんかこうなんていうの、富野先生のそのなんていうの、やっぱ本当に当時からなんか勉強熱心というか、いろんなことにね、うん、そうとかね、もうちっちゃい頃からその空想の戦闘機とか書いてるわけ。もう見にくいから多分ね、これはね実際見に行ってもこれ一応こういうのを紹介するけど、実際見に行ってで図録を買って実際見てさ、でこう書いていろんなその航空機なんだけど、これ架空の航空機を書いてるんだけど、細かく設定が載ってるわけよ。なんかこう図面がね細かく載ってるわけ、青焼きみたいな図面、青焼きじゃないんだけど青焼き風の図面でこうさ書いてるわけよ。こういう風な感じでとかさ、こういうエンジンが乗っててとかさ、こういうねなんかこうその当時から設定を楽しんでるというかさ、まあねオタクだなと思ってて、オタクだなって思うと同時に、その富野由悠季が言ってるそのオタクがねアニメとか見てるだけじゃそのダメなんだよっていうのもなんかねこれわかるよね。いろんなものを勉強してないとそのなんていうの、いろんなことがわからないというかさ、なんかその設定にしろ何のにしろさ、そのしっかりした設定があるからこそガンダムも面白かったし、その富野作品っていうのは面白かったと思うよ。ですよね、うん、はい、今日ずっと見てて思ったことはやっぱりね、どの作品にも設定がしっかりしてる、うん、ちゃんと細かくさ設定があるのよ。どんな作品にもさ設定がちゃんとしてるのよ。で富野さんって最初に虫プロに入るわけ、手塚さんのね、そうですね、そうそう、はい、手塚さんので、手塚治虫のねこのね絵の描き方をこう学んでるところとかね、すごいね、もうなんかこう手塚治虫をとかその、まあ、手塚治虫はやっぱりこうねすごい人だったからさあれなんだけど、まあ同じこう、ね、年代にはさこう宮崎駿とかいろいろ高畑とかさいろいろすごい人たちがいるんだけどさ、まあねその中でもこう勉強熱心、みんな勉強熱心だけどやっぱりこう富野さんはすごいね、うん、こう見てて思った、実際見るトリトンですよ、これもね名作ですよ、見るトリトンもね、いやすごい、何から語っていいのやいろいろありすぎますね、ガンダムはね、ガンダムはね、うん、もう当たり前なの、王道ですから、うん、で、あ、そうそう、でねオタク枠生でも多分ね何回かでね、話したんだけどさ、あ、医療も飛んじゃった、何回かでも話したんだけどさ、富野さんはそのガンダムをシルバーにしたかった、あ、兵器としてね、シルバーにしたかったって、でも、そのアニメの色でそのシルバーっていうの出せないし、それをしたるとグレーになっちゃうと、ね、変なグレーになっちゃうから、それは諦めてそのね今ああいうビビッドな色にしたっていうのがさ、まあ語ったと思うんだ。それをね俺ね今日ねちょっとねそこでさ、その富野さんが作ったと言われるそのガンダムのプラモデル展示しあって俺それ見た時にあやっぱりそうだったんだと思ったのよ。あのね富野さんが作ったここにガンダムがあるわけで、全部シルバー塗られてるのよ、完全にね、そう真っシルバーなの、一色で、一色で、そうシルバー一色塗られてて、あやっぱりそうなんだ、この富野由悠季は本当はガンダムをシルバーにしたかったんだけどできなくて、でもこのプラモデルでこうシルバーにして楽しんでたの、いい人だと思ってなんかそういうところでさ、なんかすごいさこう厳しい人じゃん、なんか富野由悠季ってさ、なんかもうなんかね口が悪いしさ、なんかそういう人だけど、まあ、こういうところ見るとなんかね、なんかこう親近感が湧くというかさ、なんかこう、あ、やっぱり本当はこうしたかったんだけどできなかったっていうなんかさ、こうもどかしさっていうのをこういうところでね、なんか立体化したんだなと思うとさ、なんかあいい人だなって思いましたね。あとやっぱりこういろんなね、このザブングルのさ、この辺は小川さんかな、小川さんの絵とかがさ、こう載ってたりとかして、まあね、怪しい子さんとかね、いろいろ
まあ、いるんだけど、まあ、小川さんの絵結構中盤から多くて、ダンバインとかね、エルガインもそうだよね、エルガインもそうだよね、エルガインも小川さんの絵も結構のこう変わってありましたね。で後半に行きますと、F91 と、ね、F91 のコーナー、ね、F91 もね、僕たちの中でもね、すごく中学生だったから一番ヒットしたところですよ。そうね、これ一番ヒットしたところで、この間もね、僕たちがね、オタク学生でも特集したし、で続いて V ガンダムで、テレビのね、そう、V ガンダムです。これもね、そのうち話したいんだけどね、まあね、まあ、うん、なんか出し惜しみするな出し惜しみっていうかね、まあ次のネタ的にねっていう感じ。あのね、それを語れる論客が少ない。まあ、うん、あのね、好きな好きだって、あのね、もう僕あの一応ほら、いろんな人にこう来てもらうじゃない、はい、あのね、好きだ好きだいいんだよ。だから好きの質がさ、もうちょっとなんかさ、好きの質がね、熱くないのよ、なんかなんかかっこいいぐらいの好きなのよ。で、そういうんじゃない、かっこいいのは当たり前なのよ、大体かっこいいの、うん、じゃなくて、なんかもっとこうなんかねなんて言ったらいいのやら、なんかもっとこうあるじゃん、そこから話が発展できるようなね、うん、そうなのよ、もっとこうね、かっこいいのはね、なんでもかっこいいのよ。でもそれからさ、なんかその情景とかさ、なんかいろいろ語れる人っていうのは少ないからさ、 V ガンダムだ特にさ、あれも結構濃ゆい内容なのよね。だから濃ゆいところがただいいね、うん、濃ゆいから、あの下手なに語るともう語れんくなるのよ。俺一人で語ったらさ、一応ほら、あの話してるとさ、そのまあ、テーマが あるんだけどさ、僕はこうね、メインな話をしてほしいなと思ってさ、ゲスト呼んで話すわけじゃん。でもその人が話さないとさ、結構中がスカスカになったりするんだよもうそれがね、嫌で、いや、メインが俺語ってしまうと、もう全然一人で話してると一緒だからさ、それはそれでつまらんしねと思ってさ、まあ、ザンボットザッ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 ザンボスリーザンボスリーのさ、映像流れてたけどか、なんで人間爆弾なんだろうかという、チョイスがいい思わず笑ってしまったわ、あれ、うん、なんで人間爆弾嘘やろって、ね、嘘って、まあね、いい有名な作品、 その回なんだけどさ、人間爆弾の話はさ、でもあれもね、考えさせられるのよ。で、ザンボット3もすごくその子供向けの作品なのかなって思うんだけど、その富田店の映像でもあったけどさ、最後ブッチャーがね、言うのよね。ああ、そうですね。お前何守っ、何故守ってるんだよって。誰かに何か言われたのかって言われてもね。そうそう。そうそれそう、その時に、あの大山信代、まあ声優の名前言っちゃうけど。この子ね、この子がね、一瞬詰まるのよね、あの時に、その返事する時に、そのブッチャーに、そのお前たちがその地球を守ってるって言うけどさって、お前たち仲間どんどん死んだじゃんって、ね、いろいろ犠牲出したじゃんって、で守ってるって誰かにそれ託されてるのって、何守ったのみたいなさ、言われてさ、あの信代が、信代って言葉、カッペな、カッペ、うん、あの言葉に詰まるのよね、はい、あの一瞬、はい、一瞬っていうかね、あれもね、多分ね、演出で多分ね、こうしてくださいって多分演出の時に言われたはずなのよ、喋る時にさ、あの詰まりたところに、なんかさ、このなんか気持ちが乗っててさ、でその後、あの後ザンボエースは海にね、落ちていくんだよね、ザンボエースは。で、まあ、いつも何回も言ってるけど、ザンボ3のそのラストで、そのザンボエースが頭から海水をかぶって、その海水が目に溜まって、涙に見えるっていう演出をして、その、なんちゅうかな、結局のところ、その、そこになんかこう、なんていう概念っていうかさ、こう富野のその、ただ子供番組じゃないって、その
でちゃんとその作品作りをしていきたいっていうさ、その気持ちがね乗っかってるのがねすごくねやっぱり、ね、ジャンボ3でも見て取れる。でそれはね大胆3の時もそう、大胆3の時もそうだね、最後ねゾンザウサーとね戦った時、まあのあの波乱万丈の一言とかさ、やっぱりこう一つの筋が通ってるんだよ、トミの作品ってさ、あのね前半のさ、トミの作品って、はい、だからね、あのガンダムしか見てないっていう人はもちろん何言ってんだよと、まあね、まあ非行な音大将も言うだろうけど、ね、何バカバカかよと、イデオンぐらいは見とけよと、まあまあ、まあ、確かにそうだよと、ね、でもね、いろんなね、ダンボツリ見てほしいし、その大胆を見てほしいし、もういろんな作品見てね、その富野義行のその世界観、ただかっこいい、ロボットかっこいいとか、ただね、キャラクターかわいいだけじゃなくて、そのストーリーのね、しっかりしたストーリー、ちゃんとこの人たちは、その、ただ子供から金をせしめるだけの作品じゃなくて、本当に面白いものを作ると、面白いものを作ろうとしている、その、本気のね、作家なんだよっていうね、うん、宮崎駿もそう、だから今、その、有名って言われる作家さん、監督さんっていうのは、多分みんなそうだと思うんだよ、真面目にもう勉強してきて、もういろんな作品を見て、もう本当に勉強してきて、本当に真面目に作ろうとしてるって、ただ物を売ってね、なんかこう金儲けをしようとは思っとらんじゃん。うん、そこがね、なんていうの、富野由悠季のね素晴らしいところかなって思って、こう今日見ながらね感心しておりました、はい。9月ぐらいまであるから、もう1回ぐらいね、もしかして見る機会があるかもしれんね。うん、もう1回ぐらいね。うん、そんな感じでね、はい、あの富野由悠季ですが、皆さんもね9月1日まで、はい、会ってるんでね、あのぜひね、見てみてね、いいと思いますよ、はい。うん、そんな1500円ぐらいよね、そうね、1500円ね、大人は1400円か、1400円で見れるんでね、まあ、安いもんですよ、ね、安いもんですよ、1400円あれだけ、うん、あれだって相当すごい、はっきり言ってね、ほんと3時間ぐらいかかるよな、普通に見てたら、うん、いや、だから4時間ぐらいかかるんですよ、ほんとに、ちゃんとやるんだよ、丁寧に全部見て回るから、ね、うん、そうそうそう、ほんとにね、我々ちょっとほんとは早足状態だったから、ね、うん、すいませんね、申し訳なかったね、こんなにあると思わんかったもん、さすがにすごいなと思った、途中で、いや、これは1日で回るあのボリュームじゃねえなと思って、はい、うん、ちょっと後半ね、うん、ちょっと駆け足になってしまいましたね、はい、はい、もう一回見に行きたいと思います、というわけでね、はい、今日76話 76です、はい、76話ここまで、はい、77話でねお会いいたしましょう、すいませんね、はい、さよならバイバイ、はい。